私の後に、新風亭柳朝と前言は照郎でございます。でこれは林家正蔵さんの弟子でございます。芸立ちもよし、お客様方のおすすめによりまして、この度真打に昇進をいたしまして柳朝と改名をいたします。まあ立ちなよろしいと申しましても、これは当人の努力次第でございますが、何と申しましても芸人というものはお客様のお引き立てが第一でございますので、どうぞ育成は立派な一枚看板になれますよう、末永くご心境お引き立てのほどはひとえにお願いをいたしたいでございます。私のお話は四段目という、行ってまいります。行ってまいりました。いらない、何をしてたの、おそそに言わない、まだ芝居を見てたの。んで嘘をつけるの、いい家なんてものばし、旦那は今日は大変怒ってるの。え、一気にこのという点で空間になってる。ええ、やつはそんなに怒ってる。なんだやって早くに胴上げをしてきな。けど私お腹が空いちゃったん。何、お腹が空いてるん。ハトみたいに餌時になるのかい。しょうがない、先へお詫びをして後でいただきなさい。だってお腹の空いてる時このドランと言われるとお腹に響くんですけれど、じゃあ先にご飯もいただきまして食後にゆっくりこのと。どんなこのとでもありませんか。旦那が怒ってらっしゃるから早く行って、誠に申し訳ございませんの、早く謝んの。へえどれ行ってもへえ、ただいま手前に誰だ、忠吉か。へえ、大層お使いが遅い。どうも少々遅くなります。どこへ行った。日本橋の加賀屋さんへ参ります。加賀屋さんに行ってどうした。旦那様のおいででございまして、今日はちょっと伺いかける何がございますので、行参日にはこちらから出ますから、お帰りになりましたらよろしくお届けというなんでございまして。誰がおっしゃった。旦那がおっしゃいます。じゃあ旦那がご自身でそうおっしゃったの。はい。何、非作用でございます。バカ、なぜそういう嘘を。今お仕事をここで話をして帰ったばかり。誰、この旦那。え、おやおや、なんだおやおや。どうもこんな横着なやつはな、いまだ使い先がいらないって芝居を見てたんだ。いや芝居なんだ、私は嫌いよ。芝居は嫌いだし、どういうわけ。どういうわけってことはないんですけど、男の手におしろいをつけて女の真似をしたりなんかやるんで、私はもう芝居は大好き。嫌いなら嫌いでに、お前は大事の思いやっても使いが遅すぎていけませんと、これから使いを早くしなければやんなりませんね。明日お前は留守番になるからそのつもりでいいか。どうしようもない。いや店は明日休んで店のものを連れて芝居を見に行こうと思うのがお前は嫌いだという、嫌いなものを無理に見せるというのはかわいそうだから、お前はうちで留守をする。どこにいらっしゃる。明日歌舞伎へ行こうと思って、今度は大変表現がいい、中心村の投資だという。はい。何、さようでございますかな。私は芝居は嫌いです。どうもそんなお話はわかりません。お前は嫌いだからわかるまいが、今度は体操役がいいそうだね。歌右衛門の諸脳が、これがどうも近年にない大した当たりだそうだな。それから勘三郎の与一兵衛だ。旦那知らないから投げていって、歌右衛門が諸脳を振るだって、あれはオカルトです。お前のことを言う、クソ俺そんなこと思う。分からなかったって、そのくらいなかったら分かる。今度はやるん。今度はやるんだって。棒状のやつで昨日見た人が話をしたんです。いや私なんか今日見てきた。こういうやつまだ芝居を見てやがって。でもしょうがない。いやなりません。不安なお疲れなさい。驚いたらこれやるぞ。測る測
にはかかるでしょ。なんなんこれ。石川さんに。クランの中で押し込みだから。ちゃんと謝ってくれ。謝ってくださいじゃない。そうそう、川に買って喋ってください。そうはね、暗い入ってる。暗いは言ってるんだと、お腹が引いてるんよ。で、先にいただいて、それから食って。いや、泣いてんのよ。メッカルとおこもとだから、結びでもこしらえて持ってってやるだ。そうすか。いや、結びなるたり大きいのをね、こしらえてくれないんだね。あれ、いけねえの閉めちゃうんすか。ねえ、バカ。静かにしてる。静かにしてるったって、お腹がペコペコなんすからね。バカ。だから早く持ってないね。お前ね、なんかとうとう暗い放り込まれちゃった。黙ってりゃよかったんだ。もうおしまいだと思ったらまだ続いてやん。あんまりわからないこと言ってない。歌いもんがものの勘三郎の読み切りってね、バカな芝居あるもんかと思う。だけど三段目で帰ってくれ、小言を言われなくてもよかったんだけど、四段目みたいに遅くなっちゃったんだ。またあそこまで見るとどうしても四段目は見たくなっちゃうし、いい幕だな。あの切腹のところでーんでーん未来有の感じになる。いいけどお腹が減ってやったら、ちょいと何時早く持ってないね。そこそこなんですか。何あの田んぼをもっと押しいただきてえとこからいいな。生きよを呼ぶな。それ生きよ由良之助は未だ誕生を捕まっていませぬ。お腹が減ってやったな。これはお腹が減ってんですよ。うんうん、あの二度目に呼ぶときにハンガンが少しせっこんでるな。引き味引きよ布の付けを花道の付け際にかけていって伸び上がる。お父さんはなぜ遅いだろうという思い出を見せて、今だ誕生をたた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 たはい、いざご用紙をお見届けくだされ。まだですか。お腹が減ってんだよ。うんうん、あの由良之助が出てくるところは四段目が一番いいところだな。いよいよ来ないから、スッとこの刀を突っ込む途端に花道へ出てきて平伏をする。一同馬の城が立って気を呼ぶ。由良之助とはその方が苦しゅうない。近くすべ近くすべ近く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 人を引用して腹を引用はこれ一度ぐいっとすべ直して踏み足で止まり、そしておでん油断の減ってきちゃったな。バンザーバンゴーバンジュミやいバンザー忘れちまえんたのはな。もうバンゴー芝居は言うて、芝居は言ってりゃお腹の敷いたのはあれでしょ。タミスもいいよ。お前に髪はこうやってね、この弱部位がいろんなものタミスもがこいつをつけちゃって、クールワーラーこれはご先祖が立った刀だな。見てやって短くてちょうどいい。ここにお膳があるからこいつを乗っけて、そんなら四段目はできない。生きよ生きよ、忙しいのか。確かに座ったりしなくちゃな。四段の助を今だ誕生を捕まっていません。尊上で対面せで五年のと対面、いざお上司を見届けくだされ。小沢先生、一生懸命に四段目をやって、女中はそこを方々のことで、定の方がさぞお腹が空いているだろうが、どんな顔をしているかお膳で隣のとこから暗い中をこう透かしてみると、異様な姿をして光やそうやってんだ。はい、そう、御用を見たから驚いた。だから大変。
か。びっくりするな。私もびっくりいたします。どうした。大変でございます。今クラクションが普段の中でお腹しとる。何、あのクラクションが腹の中でお腹しってる。何、どうしたの。腹を知っている探すの。バカな番号へ番号どうしたの。そのまま腹を知ってるという。そうね、どうもそんなことをいたしまして、いいえ、入った時からお腹が空いてると申しましたが、お坊主でいただかせるわけにはいりませんので、無水でもこしらえて持ってってやるから暗い入ってよと申しましたが、お店が忙しいので忘れておりました。そりゃ困る。なぜその早く気をつけて持ってってやらないんだな。相手は子供じゃないよ。こんなにお腹が空いて苦しいなら一度死んでしまうことがなんとか言う。もむしろのことでもあったしは、えらいことになりました。おかずはいいからお味を出しなさい。旦那も少し慌てておりますから、お味を小味に書いて蔵の前へバタ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 バ六代目三遊。